問隊隊長のくまもんです。今日はよろしくお願いします。皆さん盛り上がってますね。今日から12月ということで、くまもんスクエアではね、メリークリスマスキーくまもんスクエアということで、今日からくまもんサンタクロースのモンタクロースとして皆さんに会いに来ました。どうですか皆さん。クマも今日はモンタクロス衣装に加えて、何か白い袋も今日は持ってきましたね。あなたの袋かな。あ、それお姉さんへのプレゼントだ。違う違う。あなたお兄さんかな。違う違う違う。ちょっとこの袋にね、また何が入ってるかは朝からのお楽しみということでね。後ろにはツリーも飾られてますね。綺麗ね。いっぱい飾ってあって、それでは今日は早速点灯式ということで、楽しいイベントを皆さんと過ごしていきたいと思います。それでは早速ちょっと皆さん今日はどこから来たのかなっていうのを聞いていきたいと思います。じゃあまずくまもんと同じ熊本県から、くまフロム熊本。熊本、あ、今日熊本県内の方いっぱいいらっしゃいますね。あら10人ちょいぐらいいるんじゃないかしら。すごい多かね。ありがとうございます。で、ちょっと県外の方聞いていきましょう。ジャパンオンリーでお願いします。 From Japan 県外か。わー、いっぱい From Japan、 ありがとうございます。ちょっと聞いていきましょうか。じゃあ熊本に教えてくれる人、はーい、さあ、手を挙げてください。熊本に教えてくれる人、前の友達聞いてみようか。どこから来ましたか。北海道。北海道。から。そうそう。もう雪とか降ってるんですか。もう雪だるまとかする。ね、北海道から来たかもしれない。もしかしたら。ね、北海道から。ありがとうございます。他に、ね、北海道だってよ。はい、もう、ね、聞いていきましょう。県外から来た人、県外からのフロムジャパンでお願いします。県外から、お姉さんかな、何お姉さん聞いていきました。どこから来ましたか。東京から、フロム東京、東京から、ありがとうございます。あら、その格好もしかして韓国、韓国今日見に来たんですか。はい、気候見に行ったそうです。で、くまもんもね、昨日女子ハンドボール世界選手権の開会式だった日本戦に応援しに行きました。で、くまもんもね、応援ハーフタイムとか開会式に参加して、日本もね、無事ね、勝利することができましたね。嬉しくね、ありがとうございます。で、12月はクリスマスにハンドボールイベントが目白押しです。ぜひね、皆さん熊本楽しんでほしいなと思います。ちょっと海外の方も聞いていきましょうか。ではまずフロム台湾。台湾、あ、台湾いっぱいいる。奥の方にもおらすよ。嬉しいです、ありがとうございます。では次、フロム香港。香港、香港、ありがとうございます。もうアジアの方いっぱい来てますね。ではフロムチャイナ。チャイナ、チャイナ、チャイナ、マリオの街もチャイナかな。ありがとうございます。今日は友達いっぱい来てくれました。では Where are you from、 どこから来たか教えてください。他にもいるかな。 Where are you from、 あら、あそこの Where are you from、北京、北京、ありがとうございます。北京から来てくださいました。今日はですね、まず皆こうやって海外、そして県外から来てくださった皆さんに楽しませるために、くまもんスクエアのテーマをまた一曲踊っていきたいと思います。そう、今流れておりますノリノリの音楽、そう、さっきくまもんがチキチキっていう曲一曲もあるので、ぜひ皆さん一緒に流してほしいなと思います。こちらですね、皆さんと一緒にできるところがあります。ここがですね、サビのくまもんスクエア、そう、キラキラです、パンパン、キラキラーの後にパンパンと2回手を叩く
ところがぜひ皆さんで一緒にやってもらいたいなと思ったスープクラップ、静止画像お口を皆さん用意してください。キラキラ練習していきましょう。いきますよ、せーの、くまモンスクエアパンパン。あれ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 パンパン。えらい差があったね、売れたね今。どうかちょっと皆さんで知らないけど、くまモンが釣れたんだけど、せーの、くまモンスクエアパンパン。パンパン、なんでどうしてね、あれ遅れちゃったね。ね、最後に、その前にちょっと踊る前にちょっとくまモン早速ちょっと衣装が無理崩壊でも取れちゃってるよ。そうそう、あ、くまモン、あ、自分で直す、自分で直してください。自分でリボンを作り、そうそう、サンタクロースはね、良い、いい子のところにしか来ないからね、自分で身なりも整えてね。そうそう、できるかな、頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、これ もしかして待ってたら30分経っちゃいます。おどけた、おどけた、おどけたし、前のね、前のホックも取れちゃってるよ。ダラーンって。ダラさん急いで急いで、お姉さんが急いで直します、直します。疲れるがままです。巻いて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 、自分がせんからってね。いやいや、イライラするぞ。自分でやってから、自分で動かしてどんなのでしょうか。ちょっと、はい、オッケー、ほら、イライラませんが、オッケー。じゃあ、みんなにも整えたということで、早速、くまモンスクエアのテーマを踊っていきたいと思います。くまモン、準備はいいですか。オッケー、皆さん、手拍子の準備いいですか。ありがとうございます。それでは行きます。くまモンスクエアのテーマ、ミュージックスタート。
なんか足りないな。何ちょっとだけ、あとちょっと、あとちょっとだし、もうほとんど完成してるんだけど、あら、そういえば僕今日袋を持ってきました。そう、先ほど最初に触れましたくまモン、今日はサンタの袋を持ってますが、今日何を持ってきたんでしょうか。お姉さんとお兄さんのプレゼントじゃなかそうです。あ、何かな。なかなかの感情に進んできました。強引にやっちゃいかん。優しく優しく優しくね。頑張って自分でほどいてみて。何でもね、一人でやらないとね、サンタさん来ませんから。あ、やっとほどいた。おー、黒は濃いで、さあ中には何が入ってるのかな。結構袋パンパンに入ってますよ。よいしょ。何が入ってるのかな。ごそごそ大丈夫かな。よいしょよいしょ。さあ何が入ってるかな。んあったかな。見える。口で見てるよ。意外と奥の方にあったの。口で見てるよ。これ意外とね、苦戦しております。どうすればいい。もう中いっぱい詰まってますからね。どこ行った。どこだもういっぱい物詰め込んできすぎよ。あれかな、あった？お、あったあった。じゃあ今日も持ってきたのか、何持ってきたのかな。こちらです。じゃあじゃあ、開けましておめでとうございます。違う、ちょっと早い。1ヶ月くらい早いんじゃないかな。あ、なんかいい感じに似合ってる似合ってる。完成じゃない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 。違う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 。これお正月の正月飾りね。ちょっとね、リボン、赤いリボンいい感じで似合ってるけど、今日他にも持ってきたでしょ。あ、どうだって、手がね、違いますよって。正月飾りは戻しておいて、本当の持ってきたのは何かな。さあ何持ってきたかな。えらい多いやつじゃないか、これ。よいしょ、あった、あった。もう今日いろんな人を詰め込んできたからね。よいしょ。あったかな。ちょっと短いお手で頑張って今探しております。どこどこ、ないない。どこどこ、ないない。忘れてきた、もしかして。え、そんなことはない。忘れてきてはないはずなんだけどね。正月飾りをちゃっかり持ってきておいて。口見ないでほしいな。あ、見つけたかもしれない。あ、これかな。もうえらいプレゼントいっぱい詰め込んできたときに、今日今出したいもの。よいしょ、しましたが、こちらの飾りを最後にくまモンに飾ってもらいたいなと思います。じゃあくまモン、どこに飾る？どうしよう、どこに飾るかな。ここがいいかなって。あら、こんなところに、いいところに。あら、ツリーがね。あら、違う。僕も今探すのでね、もうえらい時間かかったんですよ。急いで急いで。お花が曲がっちゃうよ。そうだ、こっちこっち。こっちのさ、どこに曲げるかな。ポン。なかなかね、紐もね、細くて難しいんですよ。よいしょ。おお。完成です。さあ、クマモンのクリスマスツリーの完成させました。ね、でもまだまだこのクリスマスツリーが仕掛けがあるんですよ。まだあるの。そうそう、ツリー完成したと思ったけど、あら、
次は怪しげなスイッチが前の方に。よいしょ。前の方に。あら、これは何のスイッチかなか。たくさん頑張って用意してくれてます。あ、何かな。さっきちょっと爆発するかもしれーって言ってたけど。ボーン。ボーン。ここでみんなも真っ暗に。ボーンじゃないです。こちらですね、最後にクリスマスのツリーをライトアップさせていきたいと思います。そう、ライトアップがステージの前の方に、さっきちょっと熊本が気になってたこちらのスイッチ。こちらのスイッチがですね、なんと、よいしょ、クリスマスのね、ライトアップをするスイッチなんですよ。ぜひね、これを皆さんでね、一緒にライトアップさせていきたいと思います。よいしょ。ではまず10カウントで、じゃあ19876543211ライトアップ。ぜひ皆さん一緒にライトアップお願いします。ちょっと練習してみようか。練習ね。クマモも練習する。練習、おしゃれ関係ね。おしゃれ関係ね。おしゃれ関係。あ、クマもまたちょっとリボンが取れ取れ、ちょっと直そうかね。ちょっとライトアップ式の前にお兄さんに直してもらおうか。ぜひ10カウントでちょっとまず皆さんで練習していきたいと思います。と10から数えていきますよ。もうしっかり指折り数えて、クマもね、押すことだけに集中は大丈夫だから、みんなで数えていくけどね。でまずちょっと練習していきたいと思います。じゃあせーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ライト。あ、まだもうびっくりした。もう落ちたかと思ったよ。せーせーせー。まず本番もそんな感じで押していただけたと思います。ぜひ皆さんも一緒にカウントダウンよろしくお願いします。さあ、今準備バッチリです。ちょっとね、ライトアップするためにちょっと会場の照明を下げさせていただきました。ちょっと皆さん足元の方気をつけてくださいね。え、あ、そう、雪だるまさんは光ってる。もうちょっとフライングして光ってる。ちょっと暗くなったけど、クマもちょっと皆さん見えづらくなったかもしれませんが、いつもと違ってモンタクロースが多い人でちょっと赤い衣装で分かりやすいんじゃないかなと思います。それでは早速ライトアップさせていきたいと思います。クマも準備は OK ですか？OK! じゃあそれでは皆さんカウントダウンしていきたいと思います。いきますよ、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ライト。おー、これ見て、あれとっても綺麗ね。はい、ね、皆さんもね、ライトアップしたツリーとクマも一緒にお写真撮ってもらえればと思います。ねえ、ほんと綺麗ね。クマモンがね、つけた最後の飾りも一瞬ピカピカ光ってるみたいね。クマモン、またつけたと思うよ。よかったこれよ、ピカピカ。え、ちょっと壊れちゃう、壊れちゃう、壊れちゃう。ボタン壊れちゃう、聞いちゃうでしょ。バイ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 、ボタン壊れる、ボタン壊れる。ダメダメダメ、一回一人何回もしたけどね。はい、じゃあ電気の方もつけさせていただきます。さあ、こちらですね、せっかくなのでライトアップしたツリーとくまモンでぜひ皆さんにお写真撮ってもらいたいなと思います。ちょっとスイッチは横に置きましょうか。いよいよクリスマスらしくなってきました。そんなクリスマスツリーとくまモンと一緒にぜひお写真を撮っていきたいと思います。じゃあくまモン、まずは正面の皆さんにどうぞ。バッチリ。ぜひ皆さんフォトセッションタイムです。お写真撮ってください。はい、真ん中の人にパッタリ。走れといいよ、撮れましたかね。じゃあ次、左の皆さんにお写真撮りましょう。じゃあ皆さん、カメラの準備お願いします。ちょっとクリス
まっていく。スリーさんも一緒に回りでまずいっぱい撮ってくださいね。撮れましたかね。オッケーですか。あら、じゃあお兄さん、お兄さん邪魔よ。ちょっと午後のステージぜひ、ね、雪だるまさんに MC してもらいたいなと思います。では次、お待たせしました、右の皆さんに写真撮ってもらいたいなと思います。じゃあツリーも一緒にぐるーっと、お兄さん、ほらお兄さん、ほら回転、ツリーを回転させる大事な役に立ってますから、やめるわけにはいきません。いいよ、いいよ、いいよ。くまモンもですね、よろしくね、1ヶ月間よろしくねー。よろしく、乱暴に言っちゃいかんよ。もうお兄さんの代わりだと思って乱暴に扱ってね。まだ来とるというわけでですね、こちらくまモンスクエアでもクリスマスフェアということで、クリスマスにちなんだね、様々なグッズやカフェの商品が販売されてるんですよ。ぜひですね、今はですね、ちょっと後ろの方に後方にありますカフェでいちごの限定商品が今日から発売になるんですよ。楽しみね。冬といったらいちごなもんね、冬から春とっても美味しいですからね。ちょっとスムージーだったり、タピオカのいちごミルク味とかも、ちょっとタピオカ、今日から発売なんです。もう飲んだ方とかいられますか。カフェ何か喋ったよって方いらっしゃる、ね、ほらもう飲んだよって人もいるよ。あ、ちょうど今来てくださいました。期間限定いちごですね、いちごのアイスクリームやスムージー、あとタピオカ、クリームソーダが、ね、ぜひありますので、何あら、先ほどの正月飾り、たくさんどうぞーって、じゃあこれで欲しいなーって、それと交換、交換しようとしてる、それと交換で、あら、なかなか難しいけど、ちゃんとお金で払って、そのお金も、次お金持ってこないよ、どうぞ、物々交換では、ね、なかなか難しいかなと思いますね。ぜひ皆さんもね、腕が、じゃあ今日ブレゼント正月飾りそんなことやらせていいのかな。バチ当たらないかな。あら、バチ当たるかもしれんよ。遊んでいかん、遊んでいかん、私ちょっと大切に置いておきましょう。ぜひね、このクリスマスのカフェ、ぜひね、楽しんでいただけたらと思います。以上、カフェコーナーでした。ありがとうございます。それではですね、最後にやっぱりくまモン体操ですね、皆さん楽しんでいただけたらと思います。じゃあ、くまモン体操とポーズを皆さんに一つ紹介しましょうか。熊本の魅力がいっぱい詰まった体操になります。さあ、クリスマスツリーも多いし、熊本と動けるスペースが増えたね、まあ、広々になりました。そろり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 自由に動けます。代わりにちょっとお兄さんとお姉さんのスペースがちょっと狭くなりましたね。クリスマスツリーは仕方がありません。さあ、ギリギリまで使って広々くまモン体操を踊っていきたいと思います。さあ、戻ってきました。じゃあ、くまモン体操で出てくるポーズ、ぜひ皆さんに一つ紹介しましょうか。さあ、何があるかな。何、あっち、あっち、あっち、クリスマスツリー、クリスマスツリー、違う、もっと向こう、もっと向こうのあっちにある、あっち、そう、向こうの
の遠いったところにある熊本の観光地ですね。皆さん何か分かりますか？あれ聞こえた、熊本城。え、熊本城って言ってくれました。正解、正解です。じゃあしっかり、ね、熊本城のポーズ、今から熊本してるんでしっかり見ててね。いきますよ、せーの、にゃり。さあこちら三角形で熊本城、かっこいい熊本城のポーズです。そう、三角形は天守閣で、足をガニ股に開いて石垣のポーズです。この熊本城のポーズ、熊本体操いっぱい出てきますので、ぜひ皆さん一緒に踊ってみてください。それでは他のところはぜひ手拍子でご参加ください。それでは早速行きたいと思います。くまモン、準備は良かですか？オッケー。えらい間があったね。じゃあ皆さんも手拍子の準備いいですか？オッケー。ありがとうございます。くまモン体操ミュージックスタート。まずはくまモン登場のポーズです。よっしゃー、モーゼの10回みたいな。えらい、お尻が大きかった。
お時間なんかお時間なんか。ぜひね、熊本の人、確かにお顔ちょっと見えなくなるかもしれないので、ね、熊本の横から、ぜひね、後ろは OK ですよ。でも、お顔は隠れないように気をつけてください。はい、じゃあ、お写真撮らせていただきます。じゃあ、まずこちらのカメラでーす。撮りますよ。皆さん、こちら向いてください。じゃあ、こちらですね、熊本スクエアの公式のホームページの方に上げさせていただきます。お顔が撮りたくないなーって方、お顔を隠して。登場しますので、また皆さん熊本スクエアに遊びに来てください。今日はありがとうございました。